パスをカット、攻守が入れ替わります。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。サイドが空いています。ボックス内へ入れてきます。一旦クリアして危機を脱しました。ここから中に折り返したい。何をしてくるのか。高い位置でカットしました。プレスが効いています。いいボールが出ました。あと一歩攻め手をかきました。ボールを失った。トンジ、次々とパスがつながっていきます。しかしチャンスにはつなげられませんでした。攻守が入れ替わります。エルナンデス、今日はパスの成功率も高そうです。はい、ミスが少ないのは評価できますね。あっと、パスミスでしょうか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。試合時間も残りわずかとなりました。このままいけばチームは降格を回避できることになりそうです。厳しいシーズンを送ってきましたが、最悪の結果だけは免れそうですね。選手たちもサポーターもとにかく早く試合を終わらせて安心したいと思ってるでしょう。相手にポゼッションが移ります。ファールを流しました。プレオンです。同点を目指して相手陣内に攻め込んでいきます。なんとかキーパーが抑えました。味方がサポートに来ます。キーパーがセーブ。同点弾も許しません。勝つのと引き分けるのとでは大違いですから、値千金のプレーですよ。ボールを入れた。このコーナーはキーパーが軽く抑えました。アディショナルタイムが1分増やされました。試合終了のホイッスルです。